皆様、明けましておめでとうございます。毎度おなじみ流浪の番組動画のお時間がやってまいりました。お相手は私、田んぼなめこと、なめこさんでございます。今日は浴衣を持ってこいと言われまして来ているわけですけれども、はい、今日はなぜ浴衣を、書き初めで今年の抱負を書いていただこうかと。浴衣はまあ、あれ袴がなかったので。なるほど、はい、完全に見た目がですね、落語家みたいになってますけど。はい、では張り切って書き初めしたいと思います。頑張るぞ。おー、まずはなめこさんからいってみますか。準備バッチリ。何書くかも決めてる。あ、決めてるみたいですね。果たして本当に書けるのかっていうところからの、早速じゃあやっていただきましょうか。お、あ、墨もすごいちゃんと、おお、すごい、おお、おお、はい、ほう、あ、墨足す、はい、すごい、なんだ、なんだ、はい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 、おお、できました。素晴らしい、素晴らしいっていうか予想外にすごい。なめこさんの今年の目標はこちらです。じゃじゃーん、キノコ。これ目標なんで、これ人間が人って書くみたいなもんじゃない、これ。はいはい、今年はより一層キノコらしくいきたいと、そういう意気込みが現れているようです。はい、続きまして私、ダンボールなめこの書き初めを行いたいと思います。ちょっと予想、はい、今年の目標、俺の教えて。ブーブー、世界一周ではありません。世界一周ね、したいけどね。世界一周につながる今年の私の目標、てか浴衣書きに行く。一発です。なめこさんはお正月どうでした？緊張する。緊張するぞ。うまい。あの、言わないでね。シンシンって言っちゃった。お、はい、できました。というわけで、私の今年の目標はズバリ送信でございます。実はですね、去年も同じ目標を掲げまして、私今年のお正月にですね、実家で体重計に乗ったところ、なんと寸分たがわず去年と同じ体重だったと。はい、というわけで2016年一発目の動画は書き初めをしました。はい、私は今年の目標は送信ということで、今年こそ絶対に痩せるぞという誓いを立てさせていただきました。また来年も送信にならないように気をつけたいと思います。なめこさんの目標はキノコ。今年も1年キノコらしくいきたいという、意気込みが現れていますね。なんとなめこっていう名前まで入れるっていう、スーパーウルトラ C を決めてくださいました。さすがなめこさんでございます。今年1年もどうぞ動画やなめこともどもよろしくお願いいたします。というわけで、今日の動画は以上となります。お相手は私、ダンボールなめことなめこさんでした。というわけでバイバイ、さようなら。